私たちは、まあ、エステサロンをご退職後、まあ、約1年間マルタ島、3ヶ月間フィリピンに語学留学、まあ、そしてその後、カナダへはこれをご経験されていますけれども、まずマルタ島って、まあ、本当に語学留学の方々にとっては憧れる場所だと思うんですけども、まずそもそもなぜマルタ島はあの語学留学先に選ばれることが多いんですか。 大半の人が言うんですけど、その価格設定がやっぱりイギリス、アメリカよりも断然安いので、あそれが多いと思います。で私個人の意見だとあの、私は海が好きだったりとか、ヨーロッパ中を旅行するにはすごいマルタっていい位置にいるんですよ。例えばイタリアも2時間もしないぐらいでフライトで行けますし、まあアフリカの方も簡単に行けるんで、 そういう旅行のしやすさがやっぱ一番のメリットだと思いますネットでですね、マルタ語学留学と検索すると、まあ、いろんな学校とかエージェントさんが出てくるわけなんですけども、なんかどこの語学学校にされたんですか、ちなみになんか私は大学時代、EF っていうのがちょっと結構ブームになってて、EF に興味がありました i l s っていう語学留学校に行っていて、Institute of English Language Study マルタの略なんですけど、 EF ってででかかいあの語学留学留施設ですよね確かあのそれとは全然比べ物にならないすごい小さいあの語学留学の学校に行ってたんですけどなんでそこの語学留学校にしようと思った理由はその先生との距離が近いかなって思っていて私も。<laughs> 昼食大手にしちゃったんで、大手のちょっと下に行き届かない感じを経験してたので、なんか小さい組織の中に加わりたいなって思っていて、その時に、この IS っていう、あの語学学校を見つけましたそのマルタ島に着いてからの流れですね、これはどんな感じなんですか、先に中に着いて、寮とかホームステイ先に行くっていう感じなんですか。 私の場合は、あの、3ヶ月ぐらい、<laughs> よくわからない小さい島なんで、3ヶ月ホームステイをして、その3ヶ月後になれるかなっていうのを見越して、その後ホテルのホテル寮に住んでたんですよね。これは語学学校が提供してくれてるホテルなんですけど、まあいろんな学生がごちゃごちゃに宿泊してたりとか、ただの旅行者が宿泊してたりとか、すごいごちゃごちゃなホテルなんですけど、すっごい楽しかったです。 ここから語学学校に通われる毎日だったと思うんですが、具体的にこれはどんな感じの授業や勉強スタイルですか基本的に少人数クラスで10人以下のクラスになっていて、先生のキャラクターがすごくそれぞれ強いので、なんかすごいこの先生だと、 スピーキングが強いとか、この先生だとライティングをよくさせるとか、選べるわけではなくて、本当に先生による独壇上だったんですけど、すごい面白いです。その時期に、なんか英語の、なんかこの力が伸びたとか、実感はありましたか私の場合、中学生英語もあやふやだった時期だったんで、その頃タンザニアで習得した英語とかもすっかり忘れていて。 でそれを取り戻すための、もう本当に下の下のコースから入ったんで、もうあとは上がっていくだけだったんで、もうちょっと言葉が出るだけで、ああ、やっと話せるって思ったりとか、すごい楽しかったですね、その時は。もうなんか今のアカデミックイングリッシュやってると、ちょっと自分のできなさにがっかりしますけど、英語大好きでしたちなみにこの時のあの学費と生活費、合わせてどんな感じでしたか 学費は7ヶ月か8ヶ月ぐらいいたんですけど、やっぱ高いんですけど、200万弱しましたね。で、えー、生活費が、本当にこれは人によるんですけど、切り詰めでは、本当、月に5万も使わなかったりとか、でもやっぱり旅行とか、あのみんなでご飯食べたりとかしちゃうと、7、8万は月かかったと思います。マルタと語学留学されたい向けに、なんか、これは気をつけた方がいいよというアドバイスがあれば マルタ島って小さい国でアジア人全くいないのでアジア人見つけると差別ってほど真剣なものじゃないんですけどその時は「そのペンと圧ーパイ」だっけながすごい流行ってた時期なんでそのアッ圧ーパイを歌われたりとかなんか本当に知らない人たちからですよこっちもなんか呆れて笑っちゃうようなことをされたりします。 中国人の友達と中国語で話してたときに、あのその中国語を真似て、ーキャー言ってきたその男の人とかがいて、本当に大の大人の人とかがそうやってこう茶化してきたりするんですけど、それがちょっと残念な感じなので、その差別をどう自分で受け止めるかっていうのを、差別になれなくてもいいんですけど、その自分の受け止め方、の心の持ちようをちょっと準備しておいた方がいいと思います。 マルタ島の次にあのフィリピンに3ヶ月あの語学留学をされるわけですが、あのヨーロッパから、まあ、アジアに場所を移した理由って何だったんですかその時大学に行こうって決めた時期で、アイエルズのコースを取りたかったんですけど、アイエルズのコースってすっごい高いんですよ。その普通の語学留学とは違って。で、その時に、あやっぱフィリピンってすごい安いんですね。あそれで,で、フィリピンにしました。はい、安いところが一番良かったです。 ウニさんのノートにはですねなんかマルタ島の後のフィリピン留学は地獄でしたと譲られていますが <laughs> これはどんな感じの生活でした結構文言も厳しかったということが書かれておられますがいや文言厳しかったですね本当なんか夜の8時9時までにはもう出ちゃいけないとかで本当に思うんですけどフィリピンから始めれば何の問題もなかったんですけどヨーロッパから始めてフィリピン行っちゃったんで拘束されたりとか するのがすごいそのストレスで、あとコモンルームみたいなところがなかったんですよね。コモンルームってあのみんなが集まる場所みたいなところがなかったんで、友達を探すのがすごい難しくて、そのしかもアイヘルツのコースって本当マンツーマンなんですよ。だからクラスメートとかもいなくて、はい、本当にただただ勉強しに行くだけになっちゃって、その時ちょっとマルタが好きだったなとかヨーロッパが好きだったなって思って、ちょっとつらかったですね。 その辛い生活でありますがこれは学費とか生活費含めていくらぐらいかかったんですか100万弱しました生活費はえー、っとかなり安いです <laughs> 学校の方から給食とかも出るんですよあの昼と夜だから本当に切り詰めればほんと1000円とか2000円とかで足りるんですけどまあでもみんなパーティー行ったりとかカフェで勉強したりとかして、まあ、なんだかんだ1万2万は生活費にかかりました これから語学留学に行かれようとする方って結構マルタ島とフィリピン語学留学、まあ、どっちにしようと迷われる方もおられると思いますがなんかこういう人はマルタ島こういう人はフィリピンがいいみたいなのはありますかマルタはその旅行がしたいとか英語の伸びがを早めたい人にはすごいおすすめだと思いますこの本当にあの日本語が通じないのであと日本人が少ないので英語が必要になってくるので嫌でも 英語を勉強して、英語が伸びて、でまあ、旅行に行って、英語を使って、というなんかアクティブな人にはマルタがおすすめです。で、えー、っとフィリピンの方は、もっとフレンドリーに英語を伸ばしたい人には、すごいうってつけな場所だと思います。あと、ヨーロッパよりもアジアの雰囲気が好きだったり、そのちょっと発展途上国の雰囲気が好きな、アドベンチャーが好きな感じの人には、フィリピンがすごくいいと思います。 You are beyond my-